読み聞かせ始めるよ。次、で。影帽子さん、ありがとうございます。はやみん、こんばんはやみん、こんばんはやみん。泣き方っていろいろ種類がありますよね。むせび泣き、すすり泣き、号泣、笑い泣きなど、アフレコにおいて泣く演技を求められることも多いと思いますが、その時は本当に涙を流してしまうことがあるのかといった話も聞いてみたいですと。ああ、こういう話ってあんまりしないんですね。そういえばしないですよね。まあ、人にもよると思いますけど、私の場合ですね。全部私の場合ですよ。この講座は。私はオンリーの講座ですけど、私はね、結構やっぱね、涙出てきますね。んじゃないとなんか、うまくできないんですよね、逆に。私の場合は。なんか、シリーズ、例えば通してきて、すごく素敵なセリフとか、いい話だなっていう時は、やっぱ自然とうるうるってしてきますし、もう本当に、って泣きながらやることもすごく多いし、意外にそういう方って多いと思いますね。まあ、全然泣かずに、すごく、わ、本当に泣いてるみたいだっていうお芝居をされる方もいらっしゃいますし、私はもうなんか、うるうる、みたいな人も多いと思いますね。基本的に、なんだろうな、楽しい時は、笑顔だし笑って動きも大きくなるし、悲しい時はもう下向いてうーってなったりしてマイク外れてますみたいな、そういうこともあったりするかな。でも泣き方ってどういうのがありますかね。なんかこう、例えば最近あったのだと、こうなんか喋ってる時にこうやって泣くようになっちゃったりとかすることもありますね。こうやって喋ってる時に我慢できなくなって泣いちゃうこともあると思うんですけど、こうやって号泣してるお芝居もたまにはありますね。でもあんまりないと思います。ここはね、号泣するなんてこともないと思いますけど、でもやっぱりこうやって泣いている時は、少しやっぱりちょっとうるっとしてくることもあるかなと思いますし、でもこれぐらいだったらありますね、こうくらいの、あんま声が出ないようなこれぐらいの泣きはよく出てくると思いますけど、でもただ泣くだけのっていう泣きと、やっぱ喋りながら泣いてるのはまたちょっと違うかもしれないです。なんかすすり泣きっていうとっていうのありますし、それがだんだん大きく涙になってくると、やっぱだんだん喋れなくなってくるんですね、うまく。涙が出てくると。だから、ふーって喋れなくなってくるけど、それが無理だよ。こうやって喋ったって、ラジオじゃ全然何言ってるか伝わんないよ。とかね、そういうこともありますし、だ子供だとね、ちょっと高く、ちょっと平たく泣くことも多いですけど、やばい、めっちゃ面白いんだけど、やばい、めっちゃ涙出るから面白いんだけど、やばいみたいな、そういう笑いから来る泣きもあるかな。だいたいこう、ぐっと来るときはね、あると思います。やっぱ喋ってるときに涙が、出てくることが多い。ですかね。あと、例えば、本当に喋らずに、涙を流してる時だけの時とかもあるから、そういう時は本当に、だけとか、なんか、とかだけの時もありますよね。いろいろ本当に種類はあると思います。でも、自分が泣いてる時を想像すれば、いけるんじゃないでしょうか。でございました。なんか大丈夫かな？届いたんでしょうか？ということで、ここまでとなります。こんな感じで普通のお便りお待ちしております。わかんないよ。え？わかんないよ！ジュウ君の言ってることは一つもわかんないよ！ジュウ君がいいって言ってるもの、何がいいのかわかんないよ！わかんない！私にはわかんないの。フラッティって何がかっこいいの。血なんて嫌だよ、痛いだけだよ。クルーのどこがかっこいいの。クレイジーのどこがいいのかわかんない。罪深いって何なの。罪が
てレクイエムって読まないでよ。キッキって書いてタブンって読まないでよ。聖戦って書いてジアードって読まないでよ。ギリシャ神話とか聖書とか北欧神話とか日本神話とかちょっと調べたくらいでそういう話しないでよ。内容もちゃんと教えてくんなきゃ意味がわかんないよ。教えるならちゃんと教えてよ。現在とか十回とか創世記とか目次録とかアルマゲドンとか名前がいいだろってどういうこと。雰囲気で感じろとか言われても無理だよ。相対性理論とかシュレディンガーの猫とかバイオ引力とかちょっとネットで調べただけで知ったかぶれないでよ。中途半端に説明されてもきっとわからないだよ。ニーチェとかゲーテの言葉言いよったんでよ。知らない人の言葉言われても何が言いたいのか全然わかんないでよ。自分の言葉で語ってよ。お願いだから私がわかること話してよ。中二って何なの。中二ってどういうことなの。わかんない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 。ジュー君の言うことは昔から何一つこれっぽっちもわかんない。何見てんのよ。ひざまずけ豚どもが。